魚アクションは日本のロックバンド2005年結成2005年に結成され2007年にデビューボーカルギター担当の山口一郎を中心とした男女5人で構成されるバンド名は魚とアクションの単語を組み合わせた造語山口一郎はインタビューでひねくれたこといい意味でふざけたことをやりたくバンド名にはあまり用いられない魚を入れ 変化を恐れずにやっていこうという意味を込めて、魚のアクションで魚クションにしたという趣旨を述べている。1998年、札幌第一高等学校の同級生である山口岩寺を含む4人で、ダッチマンが結成される。ビクターエンタテインメントの育成部門に所属していた。魚クションとしてのデビューアルバム、Go to the future に収録されている。 三日月さんセット白波トップウォーターやセカンドアルバムナイトフィッシングに収録されているサンプルなどはダッチマン時代から存在する楽曲である。ダッチマンはライブを中心に活動していたが2004年3月に岩寺を含む3人が脱退。ダッチマンは山口によるソロプロジェクトとなった。2005年岩寺がダッチマンに復帰しユニット名をサカナクションに解消。 これによって、ダッチマンは自然消滅した。サカナクションは、サポートメンバーを交えながら、札幌市を拠点にライブハウス、クラブ等で活動を行った。当時は、DJ の山口に、ギターの岩寺が、アドリブで合わせていくスタイルだった。2006年春、山口は、音楽仲間であった草刈り、仕事の同僚であった岡崎、知人の知り合いであった江島をそれぞれ勧誘し、 サポートメンバーとして参加する。8月には、地元北海道で開催される、ライジングサンロックフェスティバル2006インエゾに、イベンターの推薦により公募選出枠、ライジングスターより868組の中から選出される。当時のビクターの担当が何も告げずに録音を送ったのが選出されたという。これをきっかけにアルバムリリースに向け録音を重ね始める。2007年、 アルバム、Go to the Future をリリースし、ビクターエンタテインメント参加のベイブスターレーベルより、メジャーデビューを果たす。また、これを機に、草刈り、岡崎、江島が正式メンバーとなる。5月には、J、J-Wave の番組、東京リアルアイズのライブイベント、ライブスーパーノバに出演。サマソニア、カウントダウンジャパン07、08にも出演した。2008年、アルバム、 ナイトフィッシングを発表。夏には当時の新人としては最多となる八本の大型野外フェスに出演した。また12月には初のシングルとなるセントレイをリリースした。2009年アルバム新シシローをリリース。このアルバムよりビクターのサブレーベルであったベイブスターレーベルからビクターレーベルに移籍した。なお同作はオリコンチャートにおいて 初のトップ10入りを記録した。2010年、シングル、アルクアラウンド、アルバム、キクイキをリリース。両作とも、オリコンチャートで、初登場3位を記録し、過去最高位を記録した。8月には、シングル、アイデンティティをリリースすると、10月8日には、初の日本武道館でのライブ、サコナックウェリアム21.1を開催した。2011年3月にシングル、 ルーキー、7月に、シングル、バッハの戦律を夜に聴いたせいです。をそれぞれリリース。7月22日にはテレビ朝日系の音楽番組、ミュージックステーションに初出演し、バッハの戦律を夜に聴いたせいです。を演奏した。同曲は、翌年3月には、スペースシャワーマバの対象にも選考された。9月には、アルバム、ダキアメントリをリリース。 オリコンでは過去最高となる週刊2位を記録し、またスペースシャワー TV の同月の VIP にも選ばれた。2012年5月30日にはシングル僕と花をリリース。兄弟曲は関西テレビ制作、富士テレビ系ドラマ37歳で医者になった僕、研修医順情物語、主題歌として起用された。なお、 サカナクションがドラマ主題歌を提供したのは、これが初めてであった。また、シングル恒例の既発曲リミックスとして、同作では、ルーキーを石の卓球がリミックスした音源が収録された。3ヶ月後の8月29日にはシングル、夜の踊り子をリリース。兄弟曲は、モード学園の CM ソングとして起用されたほか、8月31日には、 ミュージックステーションに2度目の出演を果たし、同曲を披露した。2013年1月23日には、シングルミュージックをバンド初のワンコインシングルとしてリリース。兄弟曲は、同年1月13日からスタートした、フジテレビ系連続ドラマディナーの主題歌に起用された。3月13日には、アルバムサカナクションをリリース。同作をもって、バンドとして、 初のオリコンチャート1位を初登場で達成した。その後行われたライブサコナックウェリアム2013サカナクションでは全国で8万人を動員。12月31日には第64回 NHK 紅白歌合戦に初出場を果たしミュージックを演奏した。2014年1月15日には両メ面シングルグッドバイユリーカをリリース。ユリーカは 映画、ジャッジのエンディング曲として提供された。10月29日には両英面シングル、さよならは、エモーション、レンの花をリリース。さよならは、エモーションは2013年に、等身の CM ソングとして、レンの花は映画、近距離恋愛の主題歌として起用された。2015年1月に、草刈りが第一子の妊娠を発表。草刈の体調を考慮し、 同年10月までライブ活動を中断した。中断期間中である3月には初期の3作、Go to the Future ナイトフィッシング新城のアナログ版及びスペシャルプライス版を発売した。これはリスナーと共に過去の作品を改めて再解釈し新たなバンドのストーリーを作り出すというコンセプトのもとリマスタリングを施したものである。なお3月18日には アルバム全6作のハイレゾ配信がスタートした。また、6月11日には、魚ロックス内で草刈りが出産したことを発表。並びに、翌2016年にかけての全国アリーナホールツアーの開催も発表した。7月3日には、サカナクション主催のオーガナイズパーティー、ナイトフィッシングを東京エビスで開催。8月5日には、シングルのカップリングや、 過去曲のリミックス音源を収録したアルバム懐かしい月は新しい月カップリングリミックスワークスをリリース9月11日には7月3日に行われたオーガナイズパーティーであるナイトフィッシングの名称を新たに NF に改め NF01 ローンチパーティーマイナスを開催したまたビクターエンターテイメント内に自主レーベル NF レコーズを立ち上げたことも発表された。NF レコーズは通常の音楽制作、販売だけにとどまらず、音楽、ファッション、アートといったカルチャー全般を融合した新しい音楽表現のあり方を追求する発信地を作りたいという思いから設立され、レーベルロゴはクリエイティブディレクターの田中雄介が手掛けた。9月30日にはシングル、新宝島をリリース。 兄弟曲は映画バクマンの主題歌として起用され、また同作の劇ともも担当した。映画音楽を担当するのはサカナクションとしては初である。また同映画のために作成された楽曲は初回限定版のボーナスディスクにモーションミュージックオブバクマンというタイトルのもと一つの作品として収録されている。 映画音楽は第39回日本アカデミー賞で最優秀音楽賞を受賞した。また、本シングルは、サカナクションがビクターエンタテインメント内に設立したレーベル NF レコーズからリリースされた作品としては諸女作にあたる。なお、新宝島は YouTube で公開されたミュージックビデオが1億回以上再生されるなどバンドとしてのヒット曲となった。 12月1日から翌2016年9月4日にかけてはコニカミノルタプラネタリウムとのタイアップで東京都池袋にあるプラネタリウムコニカミノルタプラネタリウム満点インサンシャインシティのリニューアル記念上映作品としてサカナクショングッドナイトプラネタリウムを上映同作品は同会場の音響システムのためにサラウンド化したサカナクションの楽曲を再生し 光学式プラネタリウムで星空を投影するものとなった。作品のナレーションは山口が担当した。2016年2月11日公開のファッションブランドミューミューのショートフィルムプロジェクト女性たちの物語シードでは2度目となる劇ともを担当。2月28日スペースシャワーミュージックアワーズで新宝島がベストコンセプチュアルビデオを受賞。5月19日より サービス開始の株式会社折り紙提供のスマホ決済サービス折り紙ペイのサウンドも担当した。7月17日には初の野外レイブイベントサコナトライブ NF キャンプインジョインアライブを開催。同イベントは岩見沢公園にて毎年開催されている野外フェスジョインアライブの協力を仰ぎ実現したもので、サカナクション自身も同フェスに17日に出演した後、 同会場にて、サコナトライブが開催された。同年、世界初の民間による月面ロボット探査レースに挑戦する日本唯一のチームを応援するプロジェクト、オークサクトムーンチャレンジのアンバサダーに就任。同プロジェクトには、音楽で参加し、応援ソングとしてムーンを書き下ろした。10月19日には、シングル、多分、風。をリリース。兄弟曲は、 資生堂の日焼け止めブランド、アネッサの CM ソングとして起用された。11月16日、バンドが主催してきたオーガナイズイベント、NF の理念を発展させるため、株式会社 NF を設立。代表取締役は山口が務める。2018年3月28日には、ベストアルバム、魚図鑑をリリース。2019年6月19日には、 約6年ぶりとなるオリジナルアルバム834.194をリリース。8月21日には同作からのリカットシングル忘れられないのモスをリリースした。なお、シングルは自身初となる8センチ CD での発売となった。2020年5月、サコナックウェリアム202834.194校のアリーナ会場での追加公演にあたる。 サコナックウェリアム2百三8 3 4 1 9 4号スピーカーの全公演が新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止となった。追加公演というくくりではあるものの、サカナクションにおいて全公演が中止となったのはこれが初である。9月1日23時30分 NHK 教育テレビジョンで企画されたサカナクション初の地上波監特番であった。 シュガーシュガー・シュガーサカナクションの音楽実験番組のレギュラー放送が発表された。サカナクションが地上波でレギュラー番組を持つのはこれが初である。ライブツアー、サコナック・ウェリアム2015から 2016NF、レコーズローオンチツアーのアリーナ最終公演会場、日本武道館前の当日の様子。 フトジは、ヘッドライナーとしての出演2006年から200年年2007年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年から2016年2015年2016年,2016年2017年2018年2019年に2020年 NF ロゴマークナイトフィッシングは、魚カクションにおいて、以下を示す。 ナイトフィッシング2枚目のオリジナルアルバム。サカナクション主催のオーガナイズパーティー。ビクターエンタテインメント内のレーベル、NF レコーズ。バンド所有の音楽スタジオの名称。スペースシャワー TV で放送中の番組、NF パンチ。投稿の不死では、定義2について記述する。定義1の詳細については、ナイトフィッシングを参照。オーガナイズパーティー、ナイトフィッシングは、 2015年7月3日に東京都渋谷区恵比寿、ディックウィドリウムにて初めて開催された。ありがとうございます。